ニコニコといつもね笑っとったような感じ、ふわーっとしたようなね、エプロンしてて、なんかお外の掃除したりとか家のねことやってたりとか、本当きちんとしてるなって感じですね。一回約束すきね、必ずね実行宣言すかんとやった。明日遊びに来んねーって言うとったって。それでガン雪の降りよってこれ行かるもんねーって言ったけど、せっちゃんとね約束しとったけん、いかんばらんじゅってね行ってね、そういうおばあちゃんとね、ガン雪の降っときあんた来てくれたねーって言ってね、喜びんざった。なんか弁当、近くの現場やった君が弁当作ってきたよって言って、大寿司が作ってきにしちゃったし、ガブッと食べてギャッギャッギャッって笑いにしちゃった。我がで作ってなんかね変な味したんよ、食べてごらんって食べて自分でガブッと大失敗やったって思うんだよね。使って増えてっていう感じ。テニスがしたことあったかって、寝転んだもん最後疲れたとか言ってゴロンって椅子特に水泳とかがね、バタ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 でしぶきはいっぱい上げるけどなかなか前に進まんでね、歌だけが得意で歌を転写相手に先にね得意になってね、歌は歌を大賞さった。ほとんど変わらないっていう人もいやね、喜怒哀楽が
ちょっとやっぱりこう愛が激しかったね。嬉しいとこはコロ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 笑いよっぱってが、橋が転んでもおかしいってコロコロさらーんと成人じゃないかけん。こう車に乗って、あ、今頃なんか買い物を忘れたのでもあるかなって、その時はそれぐらいしか思わなかったんですね。なんか行かない、行かんような気ばかりしとったもんね、その日は。で、その日は朝からすごく天気が良くて、2階に行ったらね、そこにはね、綺麗にね、布団も敷いてあった。もう干したままね、ふかふかの布団やった。綺麗に火を吹いてやったよ。あの辺に、ね、用事もなかとにね、道もなかとにねと思ってね。クリスルスやったり急におらんことだってね。